はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ナプ TV です。 Google スカイスペシャル特番、実写異星人が宇宙に存在している証拠、今日は宇宙戦艦95戦連発でお見せしたいと思います。それではケイシと私が、今年見つけた宇宙戦艦も含めて、過去の動画も含めてお見せしたいと思います。いきなり写真の方から今日は始めます。それではスタートです。こちらがこの天の川銀河に存在している、その中でもこの船型のなんとゴールドの宇宙船がはっきり写っている実写映像となります。そしてこの画像はハッブル望遠鏡が捉えた画像ということになりますので、 NASA も公開しない、実写に映り込んだ本当の、彼ら異星人がこの天の川銀河に存在している証拠をお見せしたいと思います。過去に私の動画を見た方もおられると思いますが、また新しくチャンネル登録された方も多数ありますので、その人のために今回は作りました夏休み特番となります。これがその、ケイシが発見して送ってくれた画像の一つとなります。これは銀河ではないですかという質問もありますが、銀河とは違います。銀河と比べると明らかに違います。中心部分は明るいですが、これは何かこの宇宙船を動かしている、動力源のエネルギーの物体が、発光しているものだと思われるものです。そしてこの呼気が明らかにここ着艦してますよね。ドックのこのドッキングハッチの部分にまさに着艦しようとしているところがはっきりと映っております。銀河だとこういったものはありません。細長くて真ん中が集合して光というふうになっているのが銀河です。銀河はもっとこう宇宙船のようにこうなってますが、こちらは明らかに窓のようなものが見えているというのがわかると思います。そして次の映像、これもケイシが発見したものとなります。 Google スカイで皆さんもぜひ発見したら、その座標をこのように送ってください。すると、あまりにも驚愕のスクープ映像だった場合は、私が動画にして投稿いたしますので、ぜひ皆さんもぜひ宇宙探索をやってみてはいかがでしょうか。これもそうですね、明らかに銀河ではない、こういった円筒形の大きな物体、左右には居住区のようなものがはっきりと映っております。これ特にこれですね、何かお城のようなものを後ろにこうガチッと合体させたようなものが映っております。そしてこちらも、こちらが前の部分なのか、小さな呼気のようなものがまさにこの部分に合体しようとしているところだと思います。そして下方向からこの部分にこのちょうど合体するハッチがありますよね。このドッキングハッチにこの呼気がこの母船に合体しようとしているところだと思われる、宇宙船なのか宇宙戦艦なのか、それともスペースコロニー的なもので、これが呼気で動き回る役割をしているもので、これが宇宙ステーションなのでしょうか。ここにドッキングしようとまさにしている貴重な、写真となります。そしてこれです。今日は95連発でお送りします。そしてその母船のようなものが上、ここにさらにあって組み立て、まさにこの結合して組み立てられようとしている部品パーツがここで組み立てられているところを、撮影した写真だということになります。こちら中型宇宙船と書いてあります。これもケイシが発見して送ってくれた動画です、画像です。そしてこのように今まさにこのパーツが組み付けられているところです。そしてこれですね、こういった形のものが多いですよね。色はさまざまありますが、綺麗に真ん中が発光してますよね。そして左右にこう推進装置のような部分が見えております。明らかに小惑星や彗星、星の見間違いではないということが分かる形です。できるだけ鮮明にしたものとなります。そしてこれですね、
はい、今日は95連発で、まあ、夏休み特番で過去見つけた宇宙人がこの天の川銀河に存在している証拠、超文明、異星人の存在証明を今日はお見せしております。こういった感じで小型の宇宙船、おそらくこういったものがさらにこういったところに合体してさらに巨大な宇宙船になるものだと思われます。そして彼らはこの大きな母船もいくつかに分かれて、最終的にはまあそれぞれがこう一つ一つパーツごとセクションごとに分かれて飛ぶこともできるものだと思います。合体してこういうふうな大きなまあ宇宙船になるものだと思われるものをお見せしております。これは大型宇宙船ですね。かなり合体を繰り返して、さらにこれがこの部分に合体しようとしているものだと思われるものです。さらにここに合体すると大きくなりますよね。そしてさらにこれがまあ原子が見つけたもので、これ合体しているところです。下方向からまあ小型の宇宙船が合体して大きなまあこういう母船を作っております。まあスペースコロニーなのか宇宙ステーションなのか、それとも宇宙戦艦なのでしょうか。上の部分には何かこういうまあまるで都市のようなものが、タワーのようなものがたくさんその上の上部の部分には乱立して立っております。遠くから見ると都市のように見えるものが見えます。かなりこれはハッブル望遠鏡に映る大きさなので、かなり大きな、まあ、全長があるものだと思われます。まあ、おそらく地球の直径1万2000キロ以上はあるものだと思われるものを今お見せしております。そして続いてこれは特に中心部分がゴールドに発光しておりますよね。こんな感じです。でこれが銀河ではない証拠に、下に数々の古希がまさに飛び交っていて、この母船の下の部分にここ着艦してますよね。今日は拡大してゆっくりとロングバージョンでお見せします。ここが、まあ、底の部分です。宇宙はねどちらが上下というのが分かりませんので、まあ、これがおそらくそうではないかと思う位置に持ってきたものとなります。上上方方向にはたくさんの、まあ、小型の、まあ、建物のようなものがこういうふうに見えております。はい、中心部は異様なエネルギーの、まあ、こういうプラズマエネルギーというか発光物体が見えています。これが推進装置だと思われます。そしてこれもですね、はい、これもちょっと若干ひし形のエネルギーを出している古希がはっきり上に映って、まさにこれにドッキングしようとしているところだと思います。これも大型宇宙船でケイシが発見して、まあ、できるだけ解像度を上げて、まあ、カラー調整したものとなります。窓のようなものが見えますね。そして右方向に振るとここにもありますよ。ここにも窓のようなものがあるので、これは明らかに銀河とかの見間違いではないという証拠に小型の宇宙船がここに映ってますよね。そして次です。これはまあ葉巻型に近いまあ宇宙戦艦的なものとなります。これもパーツごと、これで言いますと1パーツ2パーツ3パーツぐらいで組み付けられた、まあ、超大型の、まあ、葉巻型宇宙船だと思います。丸いリンプル状のものがこういうふうに突き出ております。そしてここですね、長方形のようなものが2つ左右対称についておりますし、この辺にもはいありますよね。そしてアンテナのようなものまで映っている、まあ、貴重な映像を拡大して左から流すとこのような、まあ、物体が映り込んでいるということになります。こういったさまざまな形のものがあるということは、この、まあ、天の川銀河には必ず、まあ、異星人、超文明の異星人が存在している証明ではないでしょうか。こういったものをなかなかね、マスメディアが、まあ、なかなかね、投稿してくれませんよね。ということは、これは、まあ、実際に、これは、その Google とか NASA が、まあ、好意的に面白半分で貼り付けているものではないということがわかると思います。こういったことをいくつもいろんな座標に貼ることは、まあ、そんな暇なことはしないと思います。明らかにここに飛んでいる、まあ、宇宙船、これもそうですね。
ケイシーが送ってきたもので、そして私が見つけたものも今から95連発でちょっと急ぎ気味に行きますね。そしてこれですね。そしてこれはブルーの色をしている、まあ、生命体の超文明の、スペースコロニーなのか、その周りに飛んでいる、これが古希ですね。はい、たくさんの無数の古希が飛んでおります。そしてブルーに発光する謎の、スペースコロニーのような宇宙船だということになります。だいたいこういうブルー系は、プレアデス星団のものだと言われております。そしてこのグリーン系ですね、グリーン系の宇宙船、はっきりと長方形の、くり抜かれたトンネルのようなものがありますので、古希が帰ってきたらここに着艦したり向こうに出て行ったりできるものだと思うものです。そしてこれですね、これもプレアデス星団のものだと思う葉巻型のもの、そしてそれに近寄る古希ですね、ゴールドの色をしております。下はさらに白っぽい、シルバーの色をしています。そしてここら辺にも古希が飛んでいるということになります。そしてこれですね、これが、過去に投稿して話題になった宇宙連合艦隊ですね、プレアデスの宇宙連合艦隊が無数に、停泊しているところ、プレアデス星団の近くでこういったものを見つけました。それに群がる、別の宇宙人のようなものが、プレアデス星団のこういった宇宙船に攻撃を加えているというか、彼らが直接こういう、食らいついたような形で虫のようにこういうふうに彼らは溶かすのでしょうかね、こういった感じで、上から光のこういうゴールドのものが加え込んでいるという貴重な映像となります。あくまでも私の試験です。この、ゴールドに輝く、異星人とこのプリアデス星団が何かこう戦っているような感じにも見えますが、どうでしょうか。そしてこれがその驚くプリアデス星団の、あの先ほど拡大した宇宙船の、軍団ですね、これが連合艦隊です。もっと広い幅、無数にこれが存在しているところをあるチャンネル登録者さんが見つけて大発見の、そのハッブル望遠鏡で映っている中では、今まで Google スカイで投稿した中では最高の、機密情報の映像となります。それを一気を拡大したところがこれとなります。過去に動画投稿しておりますので、それに座標貼ってますので、ぜひ見てみてください。そしてそれに近寄る高次元の光生命体のような宇宙船となっております。プリアデス星団よりもっと素敵な生命体なのか、さらに丸型の宇宙船の不思議な物体が、プリアデス星団をのこの連合艦隊にこういう攻撃を仕掛けているような感じにも見えます。どうでしょうか。これがプリアデス艦です。拡大したところを今お見せしております。さらにこれ、いろんな形が微妙にあります。これがプリアデス星団のプリアデス連合艦隊の一機の葉巻型宇宙船を、拡大したところです。宇宙戦艦かもしれません。そしてこれですね、さらにこれ、今日は95連発夏休みスペシャルでお送りしております。私の動画まだ過去に全て見てない方おられますので、私が投稿したもの、そしてケイシーが見つけたもの、そしてチャンネル登録者さんが見つけたものをまとめて今日はロングバージョンでお送りしております。こういったことが、実際にたくさんの、UFO といいましょうか、未確認物体があのハッブル望遠鏡にこれだけ映り込んでいるということは、超文明異星人の存在が、あるという証明ではないでしょうか。確かにこれ実写で映っているものを NASA は全く発表しませんし、これが何なのかそのコメントすらしません。完全に、ノーコメント状態で無視されている状態となります。これが実写画像です。 CG でも何でもないということをご覧いただいております。そしてこれが過去に見つけた、葉巻型のグリーンの宇宙船が2機こういうふうに
まあ、停泊しているところをお見せしております。これとこれは同じ異星人だと思います。今見てきた中でもブルー、グリーン、そしてオレンジ、そういった生命体がの異星人の超文明が天の川銀河にはあるという証拠ではないでしょうか。そしてこれですね、銀色とゴールドっぽく見えるものが飛んでいるもの、そしてこれもプリアデス星団のものだと思われる葉巻型宇宙船です。そしてこれもそうですね、過去に投稿したことがあります。そしてこれも、まあ、木星の上の部分にありました、その宇宙船に映っておりました、これですね、木星の上部に映っていた宇宙船がこれだと思うものが、まあ、実際に Google スカイでもあったのでお見せしております。この靴のような形をした不思議な形の宇宙船です。そしてこれですね、これなんか特に宇宙船らしいですよね。まさにこれとこれが合体しようとしているものです。中型の宇宙船。そしてこれですね、ちょっと弓なりになった、これはもう宇宙戦艦に近いですね、合体しているところ。そして大きなこういった宇宙船になっております。まさに先端部分を組み付けようとして、最終的に、まあ、宇宙船が完全にここで作り上げられようとしているところをお見せしております。作業船が周りに飛んでおります。彼らはこういった大きな宇宙船を宇宙空間で作っているのでしょうか。皆さんのたくさんのコメントをお待ちしております。そして皆さんのたくさんの宇宙の情報、スピリチュアルの情報、ぜひコメント欄にたくさん夏休み中コメントください。小学生、中学生も興味ある方は Google スカイで見てみてください。そしてラピ TV の過去の Google スカイシリーズ、宇宙シリーズのすべての動画を見ると、まあ、宇宙の真実が見えてきますので、ぜひ皆さん宇宙とか UFO に興味ある方、スピリチュアルの方もぜひ見て、これが何なのか皆さんコメント欄にコメントください。そしてこれもです、これだけ私とケイシ、そしてチャンネル登録者さんが見つけたものが、まあ、宇宙空間天の川銀河に存在しているという証拠を今日はお見せしております。私のは全て作り物ではなく実写だという証明をしております。これが、まあ、グリーンのものです。まさにここを連結しようとしているところです。そしてこれ、そしてこれです。そしてこれが、まあ、ブルーのやつなんで、まあ、プリアデス系のものだと思います。そしてグリーンに輝く、まあ、巨大宇宙戦艦。そしてこれもそうです。そしてこれで大体何種類いるかがお分かりになると思います。この系統も多いですよね、このゴールドに光るものです。そしてこれは珍しいですね、グリーンに光るものが、まあ、合体しようとしているところです。これとこれとこれ、3つが合体して1つになろうとしている巨大宇宙戦艦が映っております。前方向から流すとこのようになります。そしてこれ、今日は、まあ、過去に見つけたのも含めて最新映像、最新画像も含めて、すべて今まで見つけてきた宇宙戦艦を皆さんにご紹介しております。まあ、じっくりね、まあ、お盆で帰省される方も暇な時にはぜひ見てみてください。これは CG とかそういったもので作られたものではなく、ハッブル望遠鏡が捉えた実写画像、宇宙の画像に映り込んだ彼ら超文明の異星人が銀河系に存在している証拠を今日はお見せしております。特にこれなんかはっきり映っている、まあ、葉巻型の宇宙戦艦だということになります。そしてこれですね、これも宇宙船、小型宇宙船か作業船が前の部分で何か作業しているところがはっきり映っておりますよね。そしてこれです。そしてこれ、まあ、95連発なのでかなりありますよね。そしてこれが最近で話題になっている一番珍しい方のものとなります。メインの画面に画像の、まあ、動画に貼っておりますので、まあ、私のチャンネル見た方は見れると思います。そしてこれもですね、投稿したものです。そしてこれは、まあ、こういったパイプラインに、
まあ、ドッキングしてエネルギーを補充して充填しているところのような感じの変わった宇宙船となります。そしてさらにこれが、まあ、グリーンのもの、そして最先端部分に呼気がドッキングしております。そしてこれですね、これも話題になった、まあ、グリーンのものを、まあ、宇宙空間でこういった作業船が組み付けているところの、まあ、貴重な画像が映り込んでいるところをお見せしております。一番先端部分なんか宇宙船の形をしてますね。そしてこれ、そしてこれです。はい、そしてこれというふうになります。そしてこれが珍しいブルーに輝く葉巻型が映っているところです。ブルーはどうしてもね、色的に暗めなんで画像がはっきりしませんが、プレアデス系の宇宙船だと思います。そしてこれもそうです。組み立て、まさに宇宙空間で組み立てられているところです。そしてこの変わった奇妙な形の、まあ、宇宙船ですね、これも組み付けられているところだと思います。そしてこれが私が見つけた、はい、宇宙戦艦です。このように何か横から見るとまあライフルかそういったものに見える形をしたものとなります。これが宇宙戦艦、その周りにたくさん何か構造物が見えております。そしてその宇宙戦艦を作っている小型宇宙船だと思われるものです。はっきりと映っております。これ見たい方は動画過去に投稿しておりますので、詳しい座標とかはそちらに貼っております。概要欄にすべてそちらの方から見てください。そしてこれも RDD2 の頭の部分に、似てるようなロボットのようなものがここにパイプラインに着艦しているところをお見せしております。そしてこれですね、奇妙な形の、まあ、スペースコロニーなのか宇宙ステーションなのか、それとも彼らが合体して作った、まあ、これが宇宙船なのでしょうか。これも変わった形してますよね。こう完全にくり抜かれております、ここも。そしてここに着艦した何かが、はい、ここで細いパープを使ってエネルギーを補給しているところが2機映っております。そしてこれ珍しいゴールドに輝く、はい、フルートのような形をしたものです。ここに呼気がいますよね。これが引っ張ってここに、まあ、作業船で合体させようとしているところだと思います。こういったものがね、こう飛んでここに着艦して入り込む、まあ、システムとなっているようです。そしてこれですね、変わった形のものです。そしてこれも、はい、あの何か青い植物の茎のようなパイプラインのところを破壊する、まあ、宇宙船が映っているところです。これですね、何かこういったものを破壊するための宇宙船なのでしょうか。そして次です。これもシルバーに輝く、まあ、はっきりとした宇宙戦艦の形をしています。ここにブリッジのようなものが見えます。そしてこれもはっきりと長方形の上部に、はい、窓のようなものが映っている、まあ、グリーン色の、まあ、宇宙船だということになります。それに戻ってきている、はい、作業船のような呼気が戻ってきているところをお見せしております。そしてこれですね、95船あります。そしてブルー、そしてこれは極めつけの、まあ、海賊船のような形をした横方向から見えるゴールドの宇宙船です。これも不思議な、まあ、宇宙船の中ではっきり映っているところの、まあ、ゴールドの頭の部分は竜のような頭をした宇宙船です。はい、これなんかすごいですよね。超文明の、まあ、異星人の乗り物だと思われるものが映っているものです。そしてこれも、まあ、極めつけの今過去 Google スカイの中では一番はっきり映っているフルート型の、まあ、宇宙船だということになります。はっきりと突起物が見えております。そしてこれですね、小型宇宙船とそれに着艦しようとしている宇宙船です。こういったものが銀河系天の川銀河の中にたくさん存在している証拠を今日は95選集めましたので、過去に私と、まあ、ケイシ、そしてチャンネル登録者さんが見つけたものを含めて全て今日は95選連発でお見せしております。ここにいますよね。
着艦している、はい、小型の船が一番左端に、はい、母船の左端に着艦しているところです。周りにも飛んでます。そしてこれですね、これは魚型の先ほどの海賊船のような感じのものと同じものの、まあ、中型船だと思われるものがパイプラインに近づいているところです。はい、はっきり映ってますね。そしてこれがグリーンのはっきり映っている葉巻型の宇宙戦艦です。そしてこれもその宇宙戦艦をやや薄めにしたところです。全体の形が見えると思います。確かにこの銀河系には高度な超高度文明の異星人が存在する証拠、今日は夏休み特番で、まあ、見せました。そういったわけで最後にまとめた動画お見せしながらお別れしたいと思います。また今からね、いろいろまた後半、まあ、冬に向かっていろいろ探していきたいと思います。今ちょっとねネタ切れ起こしておりますので今探しております。スクープ見つかりすがい皆さんに投稿していきたいと思います。また太陽のフレア活動、スーパーフレアが起こる可能性もありますので、まあ、引き続きヘリオも観測していきたいと思います。そういったわけで今日は、まあ、夏休み特別スペシャルバージョン、過去に、まあ、数々の宇宙戦艦 UFO を見つけてきた実写画像を皆さんにご紹介しました。これはハッブル望遠鏡が捉えた宇宙の銀河系の写真に写り込んだ、まあ、写真の中から皆さんが私のチャンネル登録者さん、私を含めて見つけたものを今日は全て、まあ、紹介しました。中には投稿して紹介してないのもありますが、私のこういったものに興味ある方は私の過去の動画を見て、まあ、それに概要欄に座標を貼っておりますので Google スカイ立ち上げて見てみてください。今日は夏休みスペシャル特番 Google スカイシリーズ95連発宇宙戦艦を皆さんにご紹介しました。たくさんのご意見お待ちしております。それでは良い夏休みをお過ごしください。また次回お会いしましょう。ラッピー TV でした。